ここね、すごく大事なシーンなんですよ。徳川家康が人生の中で三大危機って言われたのがあるみたいですね。その一つが皆さん、こんばんは。先日、皆さん見たでしょうか。どうする家康、第何回目、4回目ぐらいになるのかな。題名は何でした？わしの家、はい。題名はわしの家。違ったらごめんなさい。それを見たんですけども、ちょっとそれに関して今日はお話をしてみたいと思います。右團次さんが、空誓という一向一揆の主導者の立場の、役柄で出てたんですけども、結局家康は、その一向一揆を相手にしなければならない。ここね、すごく大事なシーンなんですよ。一向宗の一揆っていうのは、簡単に言いますけども、要は領民とプラス家康の、腹心であるような家臣たちまでもが一向宗の方に帰依してしまって、そちら側に立って家康は、一向宗一揆と戦わなければいけない。これで相当骨が折れたと思います。そんな一向宗一揆なんですけども、ちょっとその一向宗についてね、お話をしてみたいと思います。一向宗って何なんだろうって僕もね、あんまり調べてなかったんですよ。あの本願寺の、浄土真宗、これと一緒だとばっかり思ってたんですけど、ところが違うんですよね。一向宗っていうのはもともと1250年代に生まれた一向俊成さんっていう人が1200年ぐらいに生まれてるんですね。その方が、まあ、回帰したというか、開いた教えを一向宗というそうです。でそこから、1200年から随分流れてきて、本願寺でいう第8世、蓮如って有名ですよね。その蓮如がいたんですけど、そのあたりになると一向宗っていうのは、なんとなく浄土真宗と一緒のような、そんなような雰囲気になってきます。これなんでかっていうと、みんなあの生阿弥陀仏と唱えて念仏で踊ったりして、生阿弥陀仏と唱えればみんな極楽浄土に行けるよっていうね、教義がまあ一緒だったっていうのもあって、なんとなく一向宗と浄土真宗、要は本願寺派とはなんか一緒くたにされちゃったみたいです。でもその後、一向宗は自宗、時の宗って書くんですけど、自宗というものにくくり分けられるんですけど、戦国時代は一向宗イコール、本願寺、浄土真宗の門徒と一緒にされることが多かったみたいです。それはあの本願寺派の方もあのそれは決してあの、まあ、自分からは一緒だよとは言わないけど、あのそういう人たちが一向宗は一緒だということは構わないというようなスタンスだったそうです。家康がいた三河の国はこの一向宗が相当強い力を持ってたんです。でこの前出てきた右團次さんがやってきた空誓、空誓っていう人いましたよね。あ、なかなかいい役やってるなと思ったんですけど、あの空誓っていうのは、本願寺、第8世に蓮如という有名なお坊さんがいます。これがいわゆる親鸞から、まあ、8代目なのかどうかわからないですけど、親鸞の血を継いだ、8代目の、門主法師が蓮如という有名なお坊さんがいるんですけども、この人が、本願寺っていうのは当時まだまだ浄土真宗っていうのは世の中でメジャーじゃなかったんですよ。それを世の中に知らしめて、本願寺派が一気に大きくなった、功績のあった中興の祖と呼ばれているのが蓮如なんです。この蓮如のひ孫、まあちょっと冒険になるんでしょうけど、一応蓮如のひ孫である空誓さんが三河で、自分の浄土真宗の門徒たちも集めて、自分たちはこういう自由に生きていこうと武士として対決の姿勢を示した。そのために、本願寺派の、浄土真宗のそういう門徒たちも集めたのを、これをもうひっくるめて多分一向宗と呼んでいたんだと思います。その一向宗が起こしたのが一向一揆と呼ばれているんですね。なので、その空誓さんが起こした一向一揆もそうなんですけども、逆に反対側のその本筋である本願寺派の、蓮如からさらに下るって4代ぐらい下ると、いわゆる、
本願寺光佐がいます。本願寺光佐はいわゆる賢女と呼ばれていて、織田信長が石山本願寺攻めをしますよね。それも立てこもったのは結局賢女も立てこもって石山本願寺で、信長と敵対したことから、まあ、一向宗とも呼ばれています。なのでその辺はちょっと区分けが難しくて、一向宗なのかもしくは浄土真宗なのか本願寺派なのかよくわからないんですけども、あもう空誓さんが 何しろ蓮如のひ孫ということで、いわゆる親鸞の血をね引いてる、その空誓さんがみんなに、おもうあの戦のない世の中を作ろうということで、ああいうふうに、皆さんを集めて踊りや念仏をあれをしたり位置を立てたりして、家康の手の届かないところで彼らは大きな力を持ってましてね、家康のお父さんの松平広忠が、その一向宗に関して不入の権というのを与えてしまうんですよ。要は、侍の力の及ばない、あなたたちはそれだけのあれを持っていいよっていうことになったから、彼ら侍は手出しができないわけです。だから彼らは、武士に年貢を納めず、彼らなりなそういう布教を広めていきながらあれしてったんですけども、だから家康はそういうふうにしてたら自分の、年貢も入ってこないし、いずれ、一向宗が自分たちにとって、なんだろう、手強いものになるだろうと、そういうふうに思ったから、あのようにチェンジしてこの一向宗と敵対することを決めていったんだと思います。結局はそういう一向宗のやり方とかを見ていたのが、同盟者であった織田信長であって、やはりその、お坊さんが自分の越権を超えたるようなことをやるのは許せないということが、後々の比叡山の延暦寺の焼き討ちだとか、石山本願寺に対する敵対、これにつながっていったと思うんですよね。まあ、だけどともかくも、家康の、まだは若い頃、その一向宗に対しては本当に骨を折ったんです。家康の最後まで腹心、知恵心と言われた本多正信、出てきてますよね。誰が、役やられてたんだ、本多正信出てきたと思うんですけど、彼も初めは一向宗側につきます。また多分徳川四天王のうち2人ぐらいは一向宗の方につくんじゃないかな、まあ、そんなこともあって家康はその一向宗に手を焼いたんですよね。で、目を移してみると、本派である本願寺もまた本願寺光佐が、頑強に石山本願寺にこもる。でそれは波及して、当毛利家も、広島の方には秋門徒といって、一向宗の相当強い力があったから、毛利家もその一向宗に関しては、気を配ったと思います。まあ、そういう意味で家康がね、今後どういうふうにその一向宗と敵対していくか、そしてそれを、征服した後に、また本多正信や確か酒井家とかもそっちも言ってたと思うんですね。そういうのがもう一回家康に基準してきて、新たな徳川ドリームチームを作り上げるんだと思います。ただやはり当時のなんだろう、そういう、農民の人だとか、商人の人もそうなんだけど、やっぱり虐げられたわけじゃないけど辛い、生活を送ってきた人たちにとってはその一向宗は救いだったと思うんですよね。そういう意味で宗教と日本って何だろう、かけ離れてなくてすごく密接したものだったんだと思います。そういう意味でね、この、空誓さんもそうですけど、空誓さんを世に送り出した、本願寺の蓮如、また蓮如を作り出した、浄土真宗の親鸞、これってやっぱりすごいなって思います。チャンネル登録、いいねボタンを押してくれたら恐悦至極に存じます。